か。いいよ、ゴミ捨てな。すげえどんどん揺れてんな。はい、でも養分マジでな。あ？マジでこれで揺れてるって言ったらほんまにあかんレベルやで。ほんまにそんなんじゃないからな。台風被害調べるか。これ波。え？波が高かったら飲まれる。波が高かったら。こうなるんだよ、これな。てってけてー。あれ、後ろにお菓子なかった？え？後ろにお菓子なかった？お菓子？お菓子とか持ってきてないな。ないね。ちょっとサムネいける？はい、お帰りお帰り。みんなお帰り。これ立体の台風だな。立体の台風。はい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 、今現在ね。そうやんな、確かに俺風向きおかしいなと思って。なんでこっちから風吹いてんやろと思って。南から来てんのに。今まだ大丈夫。今大丈夫やけど、ほんまにやばなってくる。ちょっと俺一回車に戻るわ。車に戻るわ。風は強いけどね。え？すげえ。ありがとうね、徳前さん、ありがとう。2018年の台風、はい、ありがとうございます。俺こういうサムネ大好きなんだよ。2018年の台風。うわ、こわ、こわ、これこれ2018年の台風だったよ。死ぬかもしんないな。前日やり残したことある？いや、やり残したこと、うん、いや、いっぱいあります。本当？もういい？今日で。いいって。死ぬわ。もう今日でいい？いや、いや、スケロクちゃん LINE しとかなくていい？最後。俺今日ダメかもしれないけど、ありがとうみたいな。いらない？そういうの。死ぬなよ。死ぬなよ。そう。誰か一人でも死んだら残された人の枠が荒れるから。そうだよ。そっちかよ。だから死ぬか生きるかしかないんだよ。心配かよ。ねえ、残された人の枠が荒れるからね。お前のせいで人が死んだだろ、どうすんだ。そう、なんでお前だけ生きてんだって言われるんだよ。炎上するから、残された方は悪者になるからね。そうだよ。死ぬ気で生きろよ。徳明さん、ありがとうね。みんな無料助かります、本当にありがとうございます。かわいいやろ、これ。そう、生きて。マジで？え、そうなん？ありがとう、ごめん、全然マジか、ごめん、見てなかった。申し訳ない。ありがとうね、花。揺れてんのがわからないから広角つけて。変わんない、わかんないやろ。もうちょっとした方がわかりやすい。この揺れはわからんな。多分これから多分。よう見て、隣のこれ見て、ほら、わかる？ほら、もうこれでわかるやろ。あ、揺れてる。ほら、うわ、目の前で揺れてんな。そう。追いかけるんじゃなくて船を守ってるの。最悪出航さすから。ね。船長最後の対戦義務、わかる？船長はどんなことがあっても船を捨ててはいけません。船が沈没するときに仕方なしに
脱出することができる。だから船長船を守らないと俺海上保安庁にパクられるから。大げさに言ってるのか俺ガチだからね。嘘じゃないよ。船長は船を守らなきゃパクられるんだよ。そう、タイタニック、タイタニックって悪いことじゃないからね。ありがとうね。そう、ジェンガはまだや、まだ頭楽しみやから。ジェンガぶつかってるな、隣の船ぶつかってんねん、俺な。それで一回な、なあ、ガツガツ言ってるよね。俺組合に言うたことあんねん、隣の船なんとかしてくれっつって、うん、でな、横にあのフェンダーってあんねん、うん、でかいゴムみたいな、当たっても大丈夫やつ全部俺のやで、これ俺が自腹で買って隣の船につけてんねん、自分の船守るために、そう、でも、で、ちょっとな頼もう、あいでなんとかしてくれ言うて、うガツガツ当たってるよ、うん、あんまり言うこと聞かんかったら全部これ出すで、見積もりっつって、広いよ。じゃあ船どうだ、慣れてきたか。また、まあ、さっきよりはマシ。いや、だってさ、それ言い出したらさ、4号さんさ、じゃあじゃあお前あの結婚しなきゃいいじゃんみたいなと一緒やんか。子供育てんのきついわ、じゃあお前産まなきゃいいじゃんみたいなもん。そんななんか極論言わんといて。だから守ってるの。観光しながら沈む。嫌じゃない、ポーポーして沈んでいくの嫌じゃない、それ。ふきねさん、ありがとうございます。あ、ありがとう、かわいさん。売れる台風映像。このロマンもそうだよ。そう。物事は常にいいことばかりじゃない。悪いこともあるんだよ。そうか。石川の流域のとこどうなったの？半分切って。画面映らないよ、石川の流域の。マジで？どこにいるのこれ？前日配信しないよ。いやちょっとしんどいな、今。今はやめてください。本当？じゃあもうちょっとそれどけてさ、もう横になっときなじゃん。もうあの、足上げて、うん、靴脱いでね。臭くても許すから。お前ちょっと泳いできえ？泳いでくる。何も言ってんの？もう最悪、溺れてたら助けるわ。何も言ってんの？一っぽら浴びる。あ、船、あ、違う、あの、僕借りてる船やからね。お前靴下履いてくさんけよ。借りてる船を僕が管理してるから船長なんです。そうなんだよ、なんか船で行ってるのかと思ってそれ怖いでしょ。優しい、あんなラブホテルみたいな感覚でいいんだよ。ニヤニヤしやがって。ルナコメント出して。すげえ、どんどんぶつかってるわ。あ、アカウント出してくれ。あ、これどうやってまだ開けんだけど。あ、あのね、そこのところ手前ピッとする。これそうそう、それをね、こう、うん、つまむ、そうそう、つまむ感じで、そっちへ行くと戻、そうそう、ほんでから、ドア開ける。そう、そう、そう、どうやって。あ、違う違う、ほんで、そう、それを、うん、ちょっと待ってな。お、やばい。これ、これでさ、これでわかるんじゃない。やばいよなこれ。船がガン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 当たってるんだよ。この隣の船がそうガンガン当たってきてますわ、うん、分かりにくいと思うんだけどね。やばい、ここはここにな。見て、消さなくていいよ、うん、そうだから、そのね、誤爆するからそうなるんだよ。誤爆するからいいじゃん、別に俺の手すぐ。台風来た時すごいだろうな。ダメなの？船乗りの鉄則を勘違いしているね。勘違いしてます。俺は俺のルールでやります。ただ言ってるようにこれガチで、あの、ほんまのこと言うときますよ。そのね、ワオワオさんは船をお持ちなのか、ね、漁師の仕事をされてるのか、それは分かりません。それは全然分かんないです。別に何でもいいんですけど、基本的に船を所有している人、船の管理者っていうのは、いや、すなわち船長ですよね。そう。例えば台風が来ているのに、台風怖いから船に行かなかった、ロープを縛ることもしなかったって言った時に、もし船が沈んだら海上保安庁に呼び出し食らいますよ。下手したら前科つきますからね。これ嘘じゃないよ。
ありがとう。そう言うてたよな、俺な、電話して。とにかく何とかしてくれ、これ。戦ってるわ。善逸は今、天を仰いでる。ノックダウン。そうっすね。まあ平気。ここね、一応港になってるからね。まだ本番これから。完全にその外海がバカバカ入ってくるとこじゃないから。ありがとうございます。これからどのような風が吹くのか。まあ、沈んだら、まあいいよ、船なんか捨てて、まあ、に陸に行くしかない。あ、ここ湾内ですよ。ここ湾内、湾内。陸に行くしかねえよ。ここ湾内。ここから外出たら、とんでもないことになってるから。もう全部これ、全部倒れてるから。全部倒れてる。ですよね。あ、行きめーす。ありがとう、徳明さん。行きめーす。そう、大丈夫。大丈夫やけど、例えば、大雨でね、ビルジに水が溜まったりとか、探偵ファイルに乗ってた船ですか？あ、そうです。探偵ファイルに乗ってた船がこの船です。うん、なんで名前言う？いや、いいやんかも、俺らしいやん。ありがとう、疲れちゃう。もう沈没してるよ、全日沈没してるよ。一脱落者やんか。うわ、当たるわ、これ船の取れるのね。すげえ揺れてんだよね。誰がキャプテンかっちゃんやん。キャプテン買っちゃうな。後ろ見たら揺れ分かる。フルじゃないんだよ、サンバイザーやから。分かる。あの人髪の毛あるから。こっからがすごいと思うで。ほんま隣の船蹴りたいわ、マジで。今船守ってる。早いな、すぐ行ってもうた。すぐ沈没したこれ。ガンガン撮ってる。石川のところは台風の目に、こっちはね、台風関連がいろいろ情報くれるような。多分な、明日の夜までできる。わかる？隣の。いや、動いてない。よう動かさん。ガンガンぶつかってやがるぜ。マジで土砂降りになったの？あ、ありがとうございます。とんでもないこと。ありがとうね。皆さんありがとうございます。前日寝に来たんや。台風船内体験。ありがとうね。でもちょっとやり過ごさないと。ほんまにガン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 当たったら船をこう押すか、フェンダーの位置変える。揺れてるよ。ありがとうね。じゃあワオーさんのためにね、ちょっとね、俺別に誤爆してもいいんだよ。むしろアカウント出してね、文句言ったらいいんだよ。みんなタヌキつかなくていいんだから別に怒ったりしないよ。全然足臭いわ。なんか騒いでるな。
加減やねん。わかる？まあ船乗って楽しいなだけや。こういう時に限ってちゃんと船せえへんやつらばっかりや。だから俺怒ってんの。そういうことや。隣のやつ船フェンダーついてへんかってんで、そんなやつおる？こんな風に係留してんのにフェンダーついてないんで。俺電話入れてん。ちょっともうフェンダーつけてくれ、言うてくれって言うてんの。大丈夫か前日？そう、だからフロストラブつけてん。怒ってんの。お前大丈夫か？あと10時間ぐらいあるんだぞ。だから俺自分でフェンダー中古買ってきて、俺が隣の船につけたんだよ。あるよ。そりゃそうやんか。自分はその船を自分の息子のように思ってありえへんやろ普通。あ、ありがとうございます。何お菓子持ってきたの？お疲れちゃん。お疲れちゃん。何お菓子持ってきたの？持ってきてないね。取りに行ってくるわ。全員で大丈夫かお前。いや、俺ちょっと俺一回車に戻るから、みんなちょっとみんなでちょっと見といてくれへん。これな、これちょっと沈めへんかどうか見といてくれへん。これなんなん？風で揺れてる？波で揺れてる？風と波で両方。風と波、風波両方ですよ。ガンガンぶつかってる。ちょっとこれ沈没せへんように見といてくれる？いやせやで、バカなんつって。だから俺言うたやん、組合に言うてな、ちょっとお前隣のやつに連絡くれてフェンダー買ってつけてくれって。俺の船ガンガン当たってるやんけっつって。岩手帰る。これ以上ほっとくんやったらお前これ道盛りと請求すんでって。なんで岩手帰る？でもすげえ揺れてるわ。ご近所仲良くしたいから俺そういうことしたくないと、そういうきついこと言いたくないから頼むからフェンダー買ってつけてくれって言ってる。しゃあないやん、これも沈没してんねんから。いやまだまだ台風してない。あ、頑張ってんの、ありがとう。もう優しき匿名さん、優しきありがとうございます。雨もまだそんな降ってない。アカウント出されへんの？おこなげの人アカウント出し、うん、M ちゃんの父。あ、そう、 M ちゃんの父。あれでかかった。今日でもう沈没します、この船は。でこれから鍋もあります。鍋ずいずい、お前さっきからニヤニヤして死にそうなってるで。もうバンバンぶつかってる、バンバン。すごい。船もひっくり返るのかな。もう船ってだけでひっくり返らない構造になってるでしょ。ねえ、でいつか。俺今船にいる。台風は今日はジェンガーもあるから、ゼイツくんシャワーがあったら足洗わせてもらいって。シャワーないですよ、海で洗うしか。海に足つけてこい。
嵐に見舞われた。風強かった？強いよ。めっちゃ揺れてるよ。なんでお前ケツ出とんねん。アホほど。アホほど。なんでケツ出てんねん。なんかボードゲームでもするか。え？今ねオセロあるよ。オセロやるか。オセロか。あのジェンガ。オセロかジェンガ。ジェンガがいいか全員。594号ちゃん、おやすみふわっちくん、ぽぽい、ありがとうございます。なんで船って、船沈没したら困るから。あ、ポケットこれあるよ、これ。だともう一個食ったらいいや、うん、そう、納豆食べ食べる？ポテト。いや。古民家の方が心配。いや、俺船の方が心配。そう。古民家が飛んでいくか、船が沈めるか。369カロリー。申し訳ない。船の方が大事。はい、こんばんは。ありがとうね、匿名さんね。匿名さん、ありがとうございます。はい、大の方、ありがとう。頑張ってるの、ちょっと待って。下の方は、はい、いいの方もありがとうございます。なるほど。これぐらい食べたいよ、1個ぐらい。1個ぐらいいいじゃねえかよ。そうだよ、1個だけ。1つぐらいね。あ、薄塩がダメなんだね。見て、海苔塩。磯の香りがするんだよ。ちょっと待って、匂ってみて。あ、なんだこれ、磯の香り。匂ってみて、食べてみて。ほら、わあ、すごい。食べてみて。うん、いい匂いするわ。いらないの、れんちゃん。配信切ろうか。いや、いいです。うん、いらない。うわ、ふーちゃんいらっしゃい。あ、俺もふーちゃんって言われて、仲良くして、ありがとう。はい、1枚ぐらい食ってみろよ。配信者じゃん。何これ、ふーちゃん配信や、ゴールドプラスじゃん。え、かわいいじゃん。何これ、こんな人ふわっちいたの。そうでしょう。ありがとう。日本人ですか、ね、パパニューギネのハープ。1枚ぐらい、1枚ぐらい食べちゃえや。あ、サーの方ありがとう。かわいいドライブ。3キロなんか、な、1週間で。めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってるやん。ありがとう、アイスクリーム。これも初めての台風じゃないよ。あ、もちろんもちろん。俺だって台風配信で船でやったっけ、これ。まあ、YouTube も出したけど。食べてないから言うんだよ。あ、納豆食ったらいい。結婚した人やんか。結婚した人いらっしゃる。結婚した人やんか。納豆3パックだよ。2パック。あ、俺さ、あれ言っとくけど、ポテトって炭水化物か。タンパク、え、ちょっと待って。ポテトは、炭水化物。炭水化物か。これ、納豆にポテト入れてあげようか。いやいや、一緒で。ああ、トッピング。うん。ありがとう。これさ、ガンってなったら結構こうなるよな。壊れたらまた俺船あげなかった。じゃあ、まあ失踪は確かに。オセロでもやるか。そう、俺も今考えて、ちょっと待ってよって、でんぷんやしなと思って。炭水化物。オセロ。あ、ラベルピック、ありがとう。ジェンガもあるかな。めっちゃ見てる。めっちゃ見てるやんよ。
1枚ぐらい食べちゃえよ。 ありがとうございます。 FX1 枚ぐらい美味しいだろうな。うん、大阪の方ですね。ありがとう。 FX やってるの。 FX って難しい？ありがとう。うまい。払えてんじゃないか。おー、ありがとうね。ありがとう。いいよ、コメントしな。いいんだよ、別に。わかるよ。腹が減ってんじゃないのかな、うん、自分の言いたいこと言ったらいいんだよ。アカウント出して大丈夫だから、ね、うん、だってアンチしてるわけじゃないじゃん。この塩加減やで。アンチしてないんだからいいんだよ。アカウント出してコメント書いて。俺怒んないから、ね、あ、ありがとうね。お、ありがとう。ありがとう、うん、助かります。この配信がね、なんか食ってそうだな。食ってないよ。ありがとう。うさぎの絵かわいいな、それ。配信、ね、配信者の方、ありがとうございます。今日も明日も一緒だよ。明日からにしちゃえばいいじゃん。あ、輪投げありがとう。サンキュー。ありがとう、輪投げ。優しくありがとう。明日からにしたらいいじゃん。全部バラバラ。だってあと12日もあるよ。めちゃくちゃひどい顔してる。あ、納豆1パックやめてその分ポテチ食えよ。だってうまい。前日な、ね、思うんだけど、じゃあ例えば炭水化物を取らないね、で炭水化物を取ったら炭水化物増えちゃうよね、体内に、はい、でそれを放出しなきゃいけないじゃん。ありがとう、うん、じゃあその分動いたらいいだけじゃん。簡単じゃん。腕ポテチ1枚食ったら腕立て10回したらいいやん。そうだよ。じゃあ、100枚食べたら、じゃあ10枚食べたらいいんだよ。100回で言うなあ。ちゃんと俺は見とくやな、ここでな。1ってこうやって1枚食べて10回腕立てしたらいいんだよ。そうだよ。ほっとして。いや、そういうことでしょ。プラマイゼロで食べたら食べたら動いたら消費できるんだから。簡単な理屈じゃん。食べな。どうする？じゃあ、先食べて腕立てするか、腕立てしてからポテト食べるか、どっちがいい？アイスクリーム2個ありがとう。腕立てしてからポテト食べるか、ポテト食べてから腕立てか。うわすごっ。腹筋ね。ああ、腹筋の方がいい。腹筋しろよ。うまいぞ。食べた後に唇についた塩舐めるんだよ。あ、やるんだ。やるんだね。うん、はい、2はい、3はい、4はい、5はい、6はい、7 8若けらないで、ね、9、うん、10よいしょ。どっちがいいの？どっちがいい？どっちがいいの？のり塩か、薄塩どっちがいいの？うわ、のり塩いっちゃうんだね。あ、いっちゃう。うわー、うまいぞ。作ってみろよ。ほら、どう？うまいな、ね、うまいの？あ、もう一枚食いたくなっただろう。10回したらまたもう一枚食えるぞ。10回でもう一枚だよ。食べたくなったら腹筋しな。うまいぞ。ねえ。食べたくなったら、そう。あ、1枚食べたら余計うまく感じてきただろう。ねえ、徳明さん、ありがとう。まあ、2枚目いきたいな。ありがとうございます。10倍の方もありがとう。あ、10倍の方もありがとうございます。ありがとうね。配信してるのかな、たまには。特命さん、ありがとう。うますぎる。悪魔のささやき。だから、プラマイゼロにすればいいよ。プラマイゼロにすれば。いや、それはだからもう、善逸が絶望的な時。10倍ナイス、ありがとう。
とう、ありがとうね。え、何この可愛いサムネ。意外と誰、のりしおの人、ファニー TV、 ありがとう、ありがとう、とつぎの方ね、ありがとう、レモン牛乳の方、ありがとう、お、ありがとう、いつもの方、あ、船です、はい、なんかタイトル変える、どうする、なんかこれでいいか、なんか何がいい、うん、まだ来ないよ、はい、どうしようかな、まだ、台風だ、うん、ありがとう、わあ、うまいな、全員戦。これでいいか。うん、伊藤さんとこれで寝るから、ファニーさん生き延びよう。うん、寝て寝て。うん。KP ありがとうね。あさみもお疲れさん。仕事をもう帰り終わったかな。うまいぞ。匿名さんもありがとうございます。魚のね。ね、はい。あ。ねえ。3、4、5、6、7、8、9、10、よし、じゃあどっち食べるんだ、さあ、わあ、いった、お寿司を行くんだね、顔ちょうだいよ、顔ちょうだい、うまいだろう、おいしそうな顔してる、ほら、どうだ、まだまだあるぞ、もう一枚食べた方がいいんじゃないか、そう、交互にね、そうやってるうちになくなるぞ、そう、そうだよ、海苔塩と薄塩のインターバルしないかいね、え、あ、そうです、あ、うまいわ、今減量中やから精神ゼロ精神ゼロ、あやさんなんだ、ほらちょっと待って、あの対戦相手って火薬な、はい、あ、そうなんだ、もうダメだ、可愛い、うまっ、これ以上はダメだ、うん、可愛いな、ちょっと待って、今前逸うまいなってつぶやいた、いや、それはうまいに決まってんだろ、そんなの、もう一回10回して食べちゃえよ、うん、だって腹筋も鍛えられるんだよ、本当ガチで、でしょ、うまい、でもな、あの火薬と善逸、おそらく善逸の方が体重あるでしょ、でしょ、ワンチャンこれ入ったら重たいよ、あ、危ないだろう、でも火薬もまあ細いじゃん、その分動きが軽くなるからね、うん、いい勝負すると思うけどな、うん、美味しそう、全員さん、養分、海苔塩もどうだい、いただきまーす、うん、ナイス、やばい、ちょっとお寿司をもらおうかな、いい、食べて食べて、うん、うわー、うーん、うん、美味しい、お寿司も美味しいね、うん、うん、うまいぞ、ずいつ、あらららら、ら、もうもうなくなっちゃうわ、やばい、あら、あ、こよっかな、こう、うわぁ、もうなくなっちゃうわ、うん、からのインターバルで乗るしよう、あ、あ、うん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 、磯の香り、ああ、これ、わかる、あの、鼻から出てくるこの息ね、磯の香り、あはははは、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ナイス、さあどうする、うん、どっち、磯の香りかお寿司をか、うん、これね、うん、どうだ、うまいか、わうまいだろう、
セコンドつかない、セコンドやったことない。今日一日長いからエネルギーはたくさん蓄えた方がいいぜ。うん、あ、でも強化合宿でサーフィンとか、あ、そう、ヨウもサーフィン行けへん、今度サーフィンやったことない。いや、やってみたらいいんだよ。いや、ロングボードやから、あの、そんな難しくない。うん、で、小さい波でやればいいから。そうな、うん、あれ、ただ乗るだけな。なんでアホ言うねん。ん、ただ乗るだけな。乗るだけ。だってスノボできるんやったらサーフィンできるよ。一緒な、似たような感覚やから。へ、うん、対する火薬の対象物、え、ちょっと待って、11% ってすごいで、でも、うん、火薬 11% すごい。26か、うん、30超えたら肥満って言われてる。元サーファーさんじゃん、いらっしゃる元サーファー。え、ほんまに言ってんの。え、あんたほんまにサーファーな、マジで言ってんの。え、行こうや、ほんなら。ほんまに俺、ロング、カスバ、ロング、ショート、ファンボード。めっちゃ意外やねんけど、アカウント出してみたアカウント出して。あ、そうなんや。俺今、9と4が2枚あるわ、うん、そうで、9と21が1枚ファンボードになってる。あとショート1枚。いや、そんなもんやって。俺も全然してなかった。いや、あんな、ほんまに海で泳ぐっていいんですよ。ほんまにサーフィン乗らなくてもパドリングするだけでも肩めっちゃ鍛えれるからね。あと腹筋も使うから。カスさん、ありがとう。雨とムチ。いや、むちゃやばいよ、そんな。だから隣の船とガン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 当たってんねん。ちょっと台風の位置情報見るわ。今どこまで来たんだ、うん、お前今日船沈んで死ぬかもしれないぞ。最後な、美味しいものを食って死にてえだろ。最後が納豆の男でいいのか。うん、うまいわ。でもさ、養分言うても、うん、言うてもまだやばい暴風域には入ってない。マジで。うん、で、今まっすぐその潮の岬に向かって行ってる。おそらく潮の岬から台風の位置までこれやったら70キロぐらいじゃないかな、うん、60か70キロぐらいの位置にある。で、予測でいくと今深夜の1時でしょ。で、ここで12時で到着。これの半分にした時に1時から12時、12時間6時、あと3時間、おそらく3、4時間ぐらい、3時間4時間で潮の岬に上陸、日本に上陸ですよね、台風、うん、そこからのここやから、 やはりこの付近に上陸となると、もういやいや、船当たってんの、お昼の12時頃、お昼の12時頃に上陸なんだけど、ただその手前からやばいよね。ということは、まあ9時かな。まだまだだ。朝の9時ぐらいはもうすごいことになってると思う。12時ぐらいに台風の面あたり、うん、っていうか、この上陸の位置がすごいんだよ。せやせや、ベビッチ君ありがとう。そう、今あの台風をね、あの分かりやすく言うと、今こんな感じになってます。ちょっと反射するから見えにくいけど、角度変えようかね。で、おそらくまあ3時間後ぐらいに潮の岬、和歌山県の南の方に上陸して、で、そこからそのままずっとこう、うん、こんなとこ。なあ、久しぶりやな。お前椎茸、またお前サムネ書いてねんけど、それ見るわ、うん、見るわ。ピーマン可愛いやん。どうした、お前落ち着きなくなって。本当はもっと食いたいんじゃねえの。最悪を船捨てるから大丈夫。本当はもっと、ありがとうね、欲望の通りに生きてみたいんじゃねえの。最悪船捨てるから。お前がそうやってる間も火薬たるは好きなの食ってんだよ。神戸寄りだったら大阪製。そういうこと、そういうこと。そうなんだよ、神戸寄りやったら大阪製。
日本海抜けるって感じだね。そうそう、日本海抜けるよね。で、日本海抜けるんだけど、もしかしたらあのまた西風に押されて日本海に抜けるけど、また再上陸する可能性もゼロではないか。もう今日は飛ばされてます。分かってるよ、そんな。いや、迎えに行けへんよ。ありがとうございます、こんばんは。ありがとうございます。あの、さっきからフォローくれた方はありがとうございます。すみません。こういう時あれがいいね。こういう時ありがとうね。クローン、クローン BO ってなんやろ。クローン BO ってなんやろ。クローン、ありがとう。腹は減ってるのか。うわこれ船。旦那が仕事だから子供も3人も一人で守らないと。守って、それは。な？守って。ああ、いい、なにこれ、いい音するね。うわ、ステーキだ。わわわ、なんか匂いがする。うわうまそうだ、これ。うわ、うまそうだわ。分かっているなら船を止めておかないでしょう。うまそう。だってここ渓流だから。あの、陸上保存じゃなくて渓流保存してるから、仕方がない。うわぁ、船舶は一級です。うまそうだな、これ。明日からみんな仕事行く。大丈夫。そんなの17日ぐらいじゃない、仕事の時。明日から。これはうまそうだわ。あの、稀にね、そのまま抜けて終わる時もあるし、たまにこう、またね、再上陸するのもあります。あー、うまそうだ。これにニンニク乗せてくんだよ。まあ一級持ってるけど、天気図あんまり読まれへんかな。そこまで試験出ないこれも、これも、これもか。あー、でも確かに北海道あんまりね。そう、美味しそうな音だったわ。うまそう。うん、キウさん撮ったら、いや、やばこのガンガン。これ、あれの方がいいかな。ジョー満ちるからです。ごめんなさい、どっから来た。油たっぷりの骨は基本的に表面がガーガーに焼き始めます。誰が言うか分かりすぎて僕は恐れる。そう、油と下に旨味まで落ちてしまうんです。あの、毒死んだら邪魔しないから。うわそうだな。上文伊藤と全員一気の話。そんな焼き上がりの見極めは裏返してからが勝負。じっくり火を通した方がいいと思われてますが、裏返してからが早いんです。うわうまそうだわ。でも大丈夫だよ、鍋するから。これ美味しいよ。召し上がれ。油たっぷりのホルモンは基本的に表。また配信長いくせにしたやん。でもあれやろ、妹は秀桃のファンなんやろ。うん、最初の時石なりのホルモンとかな。違うぐらい。よりがこする。うまいぞー。あー、いわく。あの、もやむすびでもね、タプタプつけて。もやむすびが外れないもやむすびの方法とかあったりする。普通もやむすびでひっくり返して中通すだけなんだけど、それをさらにもう一回通してね、戻してぐっと縛る方法がある。そうだわ。まあ、そこまでいらんかなって感じ。もやむすびなんか外れることないもん。うまそうだな。あとは軽量するやったら怒り結びとか、ね、ホルモン取り扱いよ。日本一渋谷の生焼肉ブチをご紹介。渋谷駅からすぐ近く広島発祥のこの店ではワンハイこだわった焼肉を楽しめるんです。まずは炭火をセットし、スタンプこちらのハラミやコーネを炭火で焼いたお肉は旨味が閉じ込められて、中でもホルモンを食べてみて。この店はなんと国産牛ホルモン取り扱いよ。が日本一、食べたら虜になる。うわうまいわこれ。特製のタレにつけても召し上がる。ちなみにご飯は秋田小町塩。もちろんお肉との相性も抜群。ラストは冷麺でごちそうさま。気になる方はぜひ行ってみてね。うまそうだ、うん、もうじゃあこれも全部いっちゃうよ。れあららら、あー入っちゃった口の中に。あらら、あらららら、ああ、残るはこれだけか。あ、すぐ背中にゴム袋あるよ。このそこにある。あ、ちょっとこれまた、あとこの伊豆のり塩味も。でも私がコラボ上がるから見るのやめた。なんでな。うん、うまい。そうなんや、素晴らしい。もうロープワーク忘れるもんないです。執行する可能性はなくて。お前こんな豆ばっか食って、お前前世ハトか絶対無理やな。7号か、7号絶対無理。こんな腐った豆ばっかよ、ずっと食って。まあ、それもある。前の船も、うまいぞ。うまいぞ。
いや帰ってきたらまた帰ってきて買いに行ったじゃん。明日からにしたらいいんじゃない。ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。うるせえ、16歳からパイパンの癖して、16歳から脱毛してパイパンの癖して、うるせえ。お前もマンコハゲてるだろ。言っといてもいいから。マンコハゲてるだろってなんかすごいパワーワードだよね。だってハゲって言うから言い返したんだよ。ありがとうございます。何、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ね、マンコハゲてるって、いいねこれ。なんで、なんで、自分の生焼肉口をご紹介し、すごい謎の食べれる激うまホルモンの店を紹介します。ホンデコプチャンゴは新大久保の駅から少し離れたところにあるお店で、一緒やってお前、閲覧が1でも求人でも一緒やって。ホルモン焼肉が食べられるお店、このホルモンは本当に新鮮でホルモンが食べれない友達が唯一ここだけは食べれるっていうくらい全部焼いてくれて、もうプリプリのホルモンが美味しすぎて、最初食べた時は本当にびっくりした。ぜひ七面頼んでほしいキムチチャーハン、これがまた絶品。ぜひ一度行ってみてね。何今の、美味しそう。うめえな。うまそうだぞ、ゼイツ。うわ、うわぁ。あんま気になるか。うわ。とりあえず先買ってこいって、よく椎茸は。ゼイツがさ、ふわーって言うてんねん、かわいいわ、もう。もうよだれ垂らすなよ、船に。箸だが憎いだろう。箸だが、あ、ベビッチ君ありがとう。これはうまいぞ。お前らうまいぞ。あれ、養分、お腹空いたら言ってね、作るから俺、鍋で、うん、まだ今大丈夫だと思う。これ今鍋食って寝てる、気持ちいいだろうな。腹いっぱいになってな。鍋もあるから今日。泥棒も来へん。だってでも俺絶対台風来る前に食った方がいいよね。ガンガン当たるわ。せやで、一番元気。でも一番元気ないけど。お腹すいて、まだ早いよ。これあれだよ。嵐の前の静けさだよ。雨降ってないでしょ。ブーでまたこっからバーって降るんだろうな。逆にお前体重80キロになって戦いとんだらいいんじゃない。あ、学校ね、ウェイト上げて。いや、出れないから、あ、制限何キロ。65です。で、今何キロ。68。あ、3キロやったらいけるな。いつまで。いや、27だ。え、ごめん、何月の。いや、ちょっと待って。半キロなんかすぐ落ちるよ。いや、3キロか。え、今何ぼって？60？ 58 58あって、55も落とさなかんの。いや、68だから。あ、3キロ68、68、60。
何パーセントや、 5% か、体重の 5% か。だから俺言ったんだよ、耳切ったらいいんだって。あ、その分な、うん、いらんもんな、両耳とって、うん、試合にいらん。あとどこいらん、あ、足の指も3本ずつ落とせば。そうやな。2本でいいやん。ベムでええやん、もう。そこまでして出たから。鼻も削ぎ落として。いらんいらん、うん。それがいいんじゃない、うん、こんな中でお腹空いてもしょうがない。そうなん、かわいそうに39号。それかもうちょっと痛いけど、ね、腹かっさばいて超半分ぐらい切り落としや。あ、腎臓2つあったっけ、1個いないやん。もういらないな、おったやねん。もうまあ、肺片方でいいわ。片肺はあかんやろって。はい、あの、僕の金玉の中身も取って。いらないだろ、金玉。いや、いるよ。いるんか、お前もう子孫できないだろ。すげえ、ガンガン。あ、今日はマッチ産んでんな。マッチウィンの勝利だし、ガン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 だって。あさみな、片肺はあかんやろって。試合に影響するやろ。むちゃくちゃ試合に影響するわ。あ、鍵閉めたわ、下にやって。うん、でから、うん、野菜は大丈夫、うん、野菜とかは大丈夫。スープはあんまり飲まない方がいいけど。だからさっき前室と一緒にファミマ行った時にチキン売っとって、で、あ、サラダ買ったらって言って、サラダはありなんやろって言ったら、いや、サラダは大丈夫っすねって言うから、じゃあ鍋した時にサラダは食べれるやんかって言って、で、買わなかったんだけど。あの時チキン買えばよかったのに。納豆のカロリーよりチキンのカロリーの低かったね。あんなでっかいチキンはなかっただろうな。ねえ、グワッて裂いてね、うん、そりゃうめえわ。納豆よりカロリー少なくて腹持ちも良かっただろうに。うん、3キロだからな。おー、静か、ありがとう。血液だから3リッター抜いたらいいんじゃない。知るよ。血液3リッター。首の動脈片方切ってよ、お前しばらく水抜けや、うん、その後にもうガーゼ巻いて、うん、止血して指で止めとった。戦えないわ。フラフラなってんねやろな。めっちゃ船当たるわ、隣の船。いややわこれ。ごめん、ちょっとあかんわ、気になるわ。直していこう。どうやって直すの？いや、あのフェンダーが下にたら下がってるから、それをもう少し上に上げたんね。上に上げたったら、あの当たるんで済むと思うわ。すごい嫌なんだけど。ガン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 ぶつかってる。ちょっと用具もあれやったら、ごめん、照らしといてくれ。あ？こっから開けて下、俺そこまで行くから。
しようかな。これを怖い。こんなん指挟まったら飛ぶかな。なんとの船やから。これをこっちにこうやって入れといて。うわ、風すげえ。ベトナムのなんか盗人みたいになってんな。グエン容疑者って感じやな。ちょっとマシか。ちょっとマシやな。うん。これ当たらんか。マシやな、マシやな。危ない。うわ、風すげえ。おお、すごいわ。当たらなくなったね。怖い。問題なし。ロープよし。よし。ゼイズって何が好きな食べ物？ホルモンが一番好きな。あと何好きな？好きな食べ物。ハンバーグ。ハンバーグ俺得意なんだよ。チーズインハンバーグ、うん、ハンバーグか。ハンバーグの作り方、合いびき肉に塩、パン、全力でこねれば際立ってきたら玉ねぎ、牛乳、パン粉、卵、ニンニク、クミンシード、ナツメグ、黒胡椒を入れ、米を見しまっと、そしたら嫌な上司の顔を覆いかめながらこれで分かってくれ、打ちつけ、気が済んだら手で成形する。油があるようにしながら両面黄金色にします。色づいたらごく弱火にし蓋をして7分待つ。時間になったら余熱で炒める。ベトナムのスープを見たいって言われた。あとはバーグを切らせソート用の肉汁大さじ1を残し、俺がベトナムのスープをおもろいやん。そのコメントピッドとさせ素敵な反復の音が。エロ動画見せてやったら勃起し始めるんじゃない？うわやべえってなあ。
台風なのに揺れてない。揺れてるよ、すげえ揺れてるよ。ドキドキするわ。4年前が蘇るわ。もうやばかった時が。ありがとうございます、うん、今日浜寺プール行けるかな絶対無理やん。 ありがとうございます。ありがとうね。スペイン語やな。スペイン語書いてる。善一さ、豆腐は食べてもいいんやろ、うん、お腹すいたら言うな、豆腐あるからね。リンツラってなんですよ、うん、リンツラって、うん、当たらんくなったわ、よかった。ガンガン当てられたらたまたまじゃない。隣の品田のおっさんもいるわ。ありがとうございます。ありがとう。ご紹介させていただきます。京都アジャムのシャマデタオハシラです。南森町の万里ってお店でめちゃくちゃ焼肉食べに行く柱が一番感動してるお店。まず感動ポイント1が上質な美味しい肉がすごく安い。4分が動画見したら全員起き上がって見るんやもん。だって豚と腹にももちろん美味しいねんけど、どれ食べても美味しいからほんまいろんなお肉を食べてほしい。感動ポイント2、ウーロン茶、コーン茶、緑茶、梅昆布茶が飲み放題。こんなたくさんのお茶飲み放題は大阪にないと思う。つまりこれはお肉だけに集中して注文できるから学生でも存分に美味しいお肉を堪能できる。そう、これこそ柱が一番やなと思うポイントで、お肉の値段も今より高くても飲み物もこんなに飲み放題しやんでも人は絶対来るね。ここめちゃめちゃ人気な店やし、だからぜひみんなにも最高のお肉と最高のサービスを堪能してきてほしい。2人でお腹いっぱい食べて8310円、ぜひ行ってみて。柱が一番好き。だって見るんやもん。ありがとう、お得なサービス。もしフォローなんかいただけたらありがたいですよ、ね、フォローいただけたら。ありがとうね、初コメさん、ありがとうございます。もう寝たやんそれな、アカウントを出す寝たやんか逆に。41号が言うからか41号が言うからか。うわー、うまそう。これ音でやばいわ。ラーメン食ったの何時だっけ。8時ぐらいか。8時にもなってない。なってないか。もっと早かった。あ、マジで和歌山一部停電だって。マジそうだ。バ
ターを溶かすんだって。台風もうあと数時間後ぐらいだね。そうやね。俺な今日スーパー行ってやんか。ようも迎えに行くときに買い出ししてから行くわって言ったら、スーパー全部肉とかもうガラッガラでなかったやんか。おいマジやばと思って。買い物関西の人買い物しとかな。コンビニでも行っておにぎりでも買った方がいいんちゃう。ないもんな。で。その台風が来た時に台風過ぎたらじゃあ食品買えるやんって思うやんか。そうじゃなくて台風の影響で物流が遅れるんだよ。だからスーパーに商品が届かないからもしかしたら 2,3 日商品がないかもしれないんですよ。そう考えた時に、まあ、もし関西にお住まいの方ねちょっとコンビニに行ってご飯とかでもねお米でも買ったお米ぐらいは持ってるやろうけどなんかおかずあった方がいいんじゃない。缶詰でもいいからうわ。はい、これでステーキのビスマルク完成です。うまそうだな。フライパンの。うまそうだわ。美味しそう。大阪でも手ほんまに言ってんの。ああちょっとコラボあげましょうか一人。よいしょ、うん、大丈夫じゃないよ。助けに来て。大丈夫じゃないの。大丈夫じゃないよ。来てよ。行けないでしょ。なんで。助けてよ。船から出れないんだって台風やばくて。そんなにやばい。やばい。ももちゃん何してるの今。家？揺れてて確かに揺れてる。いや揺れてるっていうか もっとやばいよ。これからもっとやばくなるんだから。そう、だから船守るためにみんなでちょっと船守ろうっつって来てるんだけど一緒に守ってくれるでしょ。一緒に守ってくれる船。おかしいでしょ。なんでよ、いいじゃん。いや守れるよ、桃奈々ちゃんがいるだけでどんだけ助かるか。そんなのいや、ここであの、なんか鉄板で食べてればいいから。鉄板で今、養分と善逸と3人、うん、じゃあね、善逸、船酔いとな、なんか試合に出るらしくて3キロ減量せなあかんねんや。いや、さっき腹筋しとったで。そんなんじゃなくて、本当になんかジム帰ったりこうなんかボクス今日はもう今え、ももちゃんセコンドついたら。私やんとかほんまにやんの。
え、ほんまに呼ばれてんの？あ、そうなんだ。あ、じゃあラウンドがある。発電機の音。初コメの方です。そう、パスタを入れたら、この沸いたものをミニ回しかけて、いや、ゲストで黒表記時間を入れて、そうやろ、お金払わなあかんやん、それ。もうお金払わなあかんやん。それはどういうこと？ラウンドガール見に行くの？先ほどのベースを加えます。混ぜ合わせることによって、ね、ちょうどいい感じの前日 見ずにラウンドガールを見に行く。はい、それではいい感じに絡んで盛り付け合います。ああ、いや、だってももちゃんラウンドガールやるんでしょ、こうやって。はい、いいじゃん、ももちゃんのラウンドガール見たいよ。あれ前もあれ捨て頃でやってたよね。捨て頃、確かあれ捨て頃2やったんかな。今日はパスタを捨ててくる。なんかで確か。あと今日は大盛りのワンパック。ね、歌も歌ってたし。今日は肉なしのラグパスタを作っていきます。それじゃあ料理受けてなんか久しぶりだね、喋るの。まあそうだね、うん、この前の電話でしょ。ああ、LINE 電話でね。そうだね、喋った。あれはだから、その俺は友達と思っているけど、相手は友達と思っているのかっていうので、そう、いろんな YouTuber にかけたんだけど、電話出なかったんだよ。で、じゃあもう配信者でいいかっつって、ももちゃんにかけたら電話出てくれてありがとうございます。いやいや、とんでもない。ももちゃんも優しくして。いや、ヨーグンやってるよ。うん、回ってる回ってる。今あのイベントなんだよ、僕と両方が。いや、全員、あれ前日あれ配信者応援で出たっけ。え、なんかイベント出た今。応援イベント、あ、応援イベント出てるんだけど、うん、なんかね、なんか多分船酔いとかもいろんなあって、多分ダウンしてる。ここでダウンしてます。まあ、無理だ。いいじゃん、みんな。だって、ももちゃん。いいじゃん、みんな。ももちゃん、フワッチのアイドルだよ。ももちゃん、無料行ってよ。そんな、季節言わないっていいじゃん。私は中学3年の女の子です。よろしくお願いします。無料くれたっけ？とにかくうまい。舌触りが完璧なパラッパラのチャーハンで、口に入れるとふわっと広がる醤油とネギの香りに、食べ応えはロー肉、食感、風味、味、どれもが最高なチャーハンやった。夜中3時まで空いてるの。あ、ももちゃんこの前なんか食べに、あ、そう、お父さん、なんか素敵なお父さんだね。福岡で食べたどえらいチャーハン。ももちゃんお父さん素敵な方でしたね。そうなんだ、花井さん。うん、お父さんめっちゃ優しい、なんかいい人そうやなとか思って。そう。ちょっと。そう、お父さんめっちゃ喋りたいわ。今度お父さん喋らせてよ。いい？別に。ももちゃんとお父さんと僕で3人でご飯食べに行けへん？ちょっとダメだね。あかんの？なんで？まあ、小汚いファニー TV 連れて行ったらあかん。あ、シャワーはある。 M ちゃんありがとう。シャワーどこについてんの？シャワールームあるよ。シャワールーム何？シャワールームどんな感じかみたいな。みたいの？いや、あの入るって言われたら見せてあげる。入る？だってじゃあももちゃんだって船来る言うてたやん。船行ってなんか飯食おうっつって。じゃあももちゃん、じゃあ今度一緒に船でご飯食べてくれる？ほんなら、ね、釣りには焼けるからね。いや、冬でいいやん。水はね、清水タンクっていうのが200リッターついてるのかな。そう、200リッター内でお風呂入ってくれる。ももちゃん200リッター以内。いや、ももちゃんの家の浴槽のお湯を満タンにしたぐらい。
家の浴槽を知らんけどさ、見たことないから分からんけど、そんな感じ。系がモテるらしい。それがどうした。俺のラーメンコーダの濃厚札幌味噌ラーメンダブルチャーシュー、北海道産原骨や鶏肉を15時間煮込んだ超濃厚スープ。僕のイベントランキング11位だよ。しょぼしょぼだよ。6時間煮込んだ豚バラチャーシューはトロットロ、時代の波には流されない、俺のラーメンはコーダと言わんばかりの一杯です。ラーメンとか。またね、ありがとう。もうちゃん強いからね、ほんとね。俺さ、ももちゃんに謝らなあかんことあんねんけど、あのお父さんとこにお父さんと一緒にいた時のコメントでちょっと謝らなあかんことがあんねんけど。ほんと？内容言ってもいい？内容言ってもいい？ももちゃんのお父さん、むちゃくちゃいい時計つけてて、むちゃくちゃいい時計つけてて、俺が匿名でアイテム投げて、お父さんの時計デートジャストですかって言ったらスルーされた。あ、ファンの方から？あの人じゃないの？前もかかってきた人じゃないの？そうなの？いや、バトルいいですよ。いや無理やもんだって、そんな。私友達にコスナン出したらラーメン屋に怒られるよって言われた最高レベルに濃厚な至高の味噌ラーメンの作り方です。なるべくね、深く切るんですね。叩いていきます。もんで粉にしておいてください。ごま油小さじ2杯入れてください。お塩を焦げ目がつくくらいで、風船でいいよ。風船からです。お花ちゃん、ありがとうね。砕いたカツオの粉、負けたら坊主。ちょっと41号待ってくれ。負けたら坊主って俺もともとハゲとるわ。お、レムちゃんありがとう。レムちゃんありがとう。これで一旦沸かしますね。火はね、弱めに出汁が入ってないの。マジで？辛いの苦手な方は豆板醤の代わりに。最近長ネギもね。あさみありがとう。香りつけていきましょう。いいちゃんありがとう。ここでもいい。ありがとう。今回僕は1人前で全部やっておりますけども、2人前にしたかったら2倍作ればいいだけ。ももちゃんさ、これな、バトルのさ、これさ、5分って長くない？こんな感じですね。うん、5分長いよな。3分でええんちゃうかなと思って。いいんちゃん、ありがとう。あってくるか3分だよな。あれ、ももちゃんさ、ショーとコラボしとったよね。ねえ、俺その時見てたんだよ、ももちゃん。いいちゃん、ありがとう。甘さみのバランスが完璧で、気づいたらにやけてしまうような美味しさ。麺も弾力あるもっちり太麺で、麺もやにたまごもない。大阪の人なら、あ、ここかってなるくらい王道な場所ではあるけど、結局ここが一番美味しいな。一軒目のラーメンって伝え方ではなく、めちゃくちゃお腹空かせていってほしいラーメン屋、ぜひ行ってみて。久しぶり、ありがとう。橋田さんが一番好きなラーメン。徳明さんもありがとう。ほんまに？うまそうだな。なんか繋がってない、パソコン。誰か開けてない。あさみありがとう。あさみさん、さ、50番、ちょっと本当にお願い。でも、ももちゃんさ、すごい、だって猛烈のファンいるじゃん。本当いつもさ、すごい順位だから、すごいなと思ってさ。お、初めまして。はい、仲良くしてね。なんか。だってファンタバイチューさんあるけど、誰一人行動の前ってけど。あ、そうなの？いるよ、みんなね、花ちゃんとかみんな、あの、応援してくれる人いるんだけど、ももちゃんすごいもんな。花ちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ファニーさんって。花ちゃん、好きそうな寿司を教えて。花ちゃん、ありがとう。リスナーさんついてます。ありがとう、ちょっと。クリームのさんが
ちゃんありがとう。あ、みちおちゃん久しぶりありがとう。いっちゃんもありがとう。あ、ありがとう。ありがとう。みちおちゃんケーキありがとう。はなちゃんありがとう。ももちゃん、この前むっちゃセクシーな服着てたよね。昨日やね、誕生日すごいがあったんで。あ、やったっけ。俺見てきてさ、わ、美味しそうな、これハンバーグ美味しそうやな、このハンバーグ。ありがとう、あの方、花ちゃんありがとう。俺もやろう、仲間が増えた。ありがとう、特命さんも。あ、いいの、特命さん、ありがとう。本当に、あの、負けてる。風船ありがとう、ね、いっぱいだし。なんでこれよくわからんし。ちょっと待って、これ、本当ランキングなのよ、私分かるわ。向こう、最後花火来るから。あ、そうなんだね。へぇ。なんか、私、ずっと1日20時間ってのに、なんでこんなになって。俺、花火なんて、特命さん、ナイスありがとう。2日、6日、2回しか来ない。花ちゃんありがとう、りんちゃんありがとう、M ちゃんもありがとう、ももさんコスプレでパニコミがいたりとか。じゃあ、あの、ももちゃん、前からなんか言ってたんだよ、あの、船で釣りしたりとか、飯とか、いいよ。サメありがとう、M ちゃんありがとう、りんちゃんありがとう、花ちゃんありがとう。あ、ポケちゃんありがとう。会場死にかけてラスト10秒頑張ろう、ラスト10秒だよ。5秒ね、ありがとう。うわ、えぐいわ、これマジかよ。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。何よこれ、どんなのこれ。あ、えぐい、えぐい、これえぐいわ。ありがとう。大ファンの方、おはようございます。いや、ありがとうございます。じゃあ、ももちゃん、あの、秋口誘うわ。うん。で、魚釣りするのと、じゃあ、船の中で鍋かなんか食べる？俺作るから、ファニークッキング。この唐揚げの、サクサクの。うん、あと、西成行かないの、最近。西成はね、行ってないね、行ってない。ああ、そうなの。誘って、また。あ、あと、あの、コントン君のバーやったら配信できるよ。本当、ね、あのリー君のところあるやろ。そう、リー君のところの。あ、言ってたな。だからあこの場やったら配信できるからさ、また行きましょうか。おもちゃん今日だいぶ飲んでるの。だいぶ飲んでる。大丈夫。皆さんこんにちは。今日はサーモンレアカツとイクラ丼作りました。いただきます。マジか、わかった。みんなありがとうね。ありがとう。何かわかった。うん。じゃあまた船おいでね。じゃあももちゃんのリスナーさんもありがとうね。またね。そうじゃん、だってももちゃん負けず嫌いじゃん。ももちゃんは1位じゃないっていう。パニーさんがデートへ誘わない。俺あんまり誘わないんだよ。だからももちゃんとか有名人やし、俺が誘ってもあれだなって。だももちゃんとコラボ何回かしたけど、あのももちゃんがいつも誘ってくれてる。僕あんまり誘わない。むちゃくちゃこれはひどい、これはひどい。はい、オッケー、ごめんね、ごめんね、オッケーオッケー、怪我ない、サイレントも違う違う、あのね、サイレントになってなかったけど、多分コラボの関係ですよ。うん、コラボの関係で多分今落ちた瞬間になった。うん、ファニーリスナイス、いや、ほんとありがとうございます。匿名さんもエグかった、ありがとうございます。おはよう、あ、おはようございます。いや、今喋ってたんだけど、俺からあまり誘わないですよ。ももちゃんとコラボしたことあるけど、ももちゃんから誘ってもらっていくことがいいけど、あんまり誘わないです。
だいいねん、別に誘ってもいいねんけど。みんなありがとうね。ヤフージャパンアプリを今すぐ無料ダウンロード。ももちゃんも負けに嫌いだからさ。一番じゃない。徳間さん、あ、ありがとう。徳間さんは分かるわ。死にかけてる。応援してくれてありがとうございます。こういうやつが食う、多分麺類なんかもっとうまそうに食う。ちょっと腹減ってきたな。ぼちぼちやる？うん、鍋やるか、ね。ちょっとぼちぼちやるわ。いや、恨まないでよ。別に嫌がらせじゃないからね、全員作ってさ。そう、全然嫌がらせるのなんでもない。だって俺たち腹減ってるからさ、やっぱり食べたいじゃん。あ、フォローくれてしてありがとうございます。フォローもすごい嬉しいです。ありがとうございます。この咀嚼音、ちょっと待って、ちょっと用もだいぶ入れてきたな、船入れてきた、だいぶ入れてきたな。風は吹いてないっしょ。うん、そう、ちょっとね、波なんかちょっとしんどいぐらい。あ、風か、そう、風来てるわ。すごいわ、風やばいね。あ、来てるわ。あ、グレースもありがとうね。そう、これからももちゃんリスナーさん、グレースさん、お久しぶりです。鍋スタンカーになってる。あ、川端さんありがとうございます。ファニーズクッキング、いい、ね、そう、ファニーズクッキング、はい、始まりました。ファニーズクッキングやりますから、はい、皆さんよかったら見てる。ただ切るだけやけどな。じゃあ鍋小さいのでいいか、全員使わないから。え？全員使わないから鍋小さいやつでいいか。いや。何？いや、野菜いや、だから。あ、野菜は頼るでしょ。あ、大丈夫だよ、野菜は。船流されへん、大丈夫なの？大丈夫じゃないで。お、やばい、開いて、やべ、みんな大丈夫？なんだ大丈夫？じゃあ船が揺れてるから。船が思ったより揺れ始めてるの。そう、みんな行ける？生きてる？台風どうですか？今んとこまあちょっと風強くなってきたぐらい。ほんまに、ほんまにちょっと揺れとって、ごめん。サンキュー。下げとくわ。これで大丈夫やと思う。これから、うん、もう揺れが、鍋です。 ありがとう、ゆかありがとうね。鍋大丈夫？怪我してない？折れた？いける？これから鍋。締めもあるの？あるよ。どうなるんですか？事故った、事故った、危ない、危ない。ああ、危ない、帽子が。ハゲ頭出してたみたいな。危なかったわ、今。ハゲ頭。耐えたわ、今。だけど、もう風吹いてきたな、大阪。よいしょ。ちょっと待って、雨も来たんじゃん、これ。雨まだやない。あ、や、来てるわ。あ、綿目ありがとう。なんかやっぱすごい風吹いてるかも。なんかボーボー聞こえんな。来ちゃってるね。これがうまいんだよな。ちょっとずれてるか、ちょっとずれてるな。シナ、風強くなってきた。俺ら今海の上だからな。海の上、まあ、びっくりするよ、ね、あ、なんだかんだか俺もう乾燥やん。そんな時間なの？ちょっと次役行くわ。